ベッキーさんの産後ダイエットの方を教えてください。ずっとスリムで羨ましいです。これダイエットの結果なんですかそれとももう体質的なもんなんですか体型変わんないのはい。体質でした。私、妊娠してプラス9キロぐらいになったけど、腕はガリガリでした。でも、やっぱお腹にはついたんですよ。お腹にはついて、お腹の肉はもう全然取れなかったです。9キロって子供産んでもせいぜい3キロとかじゃないですか。6キロ多くないですか えっとね、妊娠すると子供3キロでしょ羊水1キロでしょ、うん、血液2キロ。プラス脂肪なんですよね。<あ>そ,うそ,うそう、じゃあ子供が出た後もその脂肪とかは残ると。そうそうそう。で、お腹だけはブヨブヨしてたけど、私その産後の女性がすぐダイエットすることとか、ちょっと反対派で、うん、そんな見た目気にしないでよみたいな。 まずは素敵な美味しい母乳を作ることが大事なのにお母さんが節制したりするのは良くないと思ってた派なんでもうお腹にブヨブヨお肉ついてたけどほったたらかしにししにてまむしたああでろ母乳いっぱい出るからいいんじゃねみたいな。そそそうそうそう